ロープは1948年のアメリカ合衆国のサスペンス映画。監督はアルフレッド・ヒッチコック、出演はジェームズ・スチュワートとジョン・ドールなど。パトリック・ハミルトンの同盟部台劇の映画化で1924年に実際に起きた少年の誘拐殺人事件、レオポルドとローブ事件を元にしている。アルフレッド・ヒッチコック監督はこの映画の前編をワンシーンでつなげた上、 映画の本編と実際の時間が同時に進むという実験的な試みをしている。当時の撮影用のフィルムは10から15分が限界なので、実際には背中や蓋を大写しにするワンカットを入れることで全体がつながっているように演出している。また、本作品はヒッチコック発のカラー作品である。魔天皇を見渡せるアパートの一室。 優秀な学歴のフィリップとブラントンが殺人を犯したのはまさにその場所だった。同期はなく自分たちがズバ抜けて人より優れていることを試す。ニーチェの理論を実践したに過ぎなかった。二人はもっとスリルを味わうために被害者の父、恋人、被害者の恋がたきだったケネス、おば、青年たちの先生だった大学教授を招いてパーティーを催す。 死体のチェストの上にご馳走を並べて、皆に食べさせたり、殺人に使ったロープで本を縛って、父親に送ったりして、優越感を味わっていた。それでもデイビッドがなかなか現れないので、みんな心配し始める。冷静なブラントンとは、対照的に、フィリップは罪の恐ろしさに次第に、冷静さを失ってゆく。教授がかつて世の中には法律など超越した超人が、 いてもいいと話し、パーティーでも繰り返す。二人の異常さに徐々に気づいた教授は、帰りに偶然被害者の帽子を見つける。カエルが、タバコ入れを忘れたと電話して、再び部屋を訪れる。フィリップはすっかり取り乱していた。教授は、ブランドンのポケットの拳銃を取り上げようとする。そして、推理が始まり、チェストを開ける。映画冒頭で新聞を持って通りを歩いている。 ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、物語的に見事であると同時に、形式的には大胆であるロープは、このジャンルの巨匠による暗くて満足感のある犯罪スリラーのために、強力なアンサンブルを結びつけている。であり、49件の評論の内高評価は94%に、当たる46件で、平均点は10点満点中7.8点と、 なっている。メタクレティックによれば、10件の評論のうち、高評価は6件、賛否混在は4件、低評価はなく、平均点は100点満点中73点となっている。ありがとうございます。